セサル・サンチェス・ド・ミンゲス。セサル・サンチェス・ド・ミンゲス。シーザー・サンチェス・ド・ミンゲス。1971年9月2日帯は、スペイン・エストレマドゥーラ州、カセレス出身の元サッカー選手。元スペイン代表である。ポジションはゴールキーパー。エストレマドゥーラ州、カセレス県、カセレスに生まれたが、レアル・バヤドリードの下部組織で育った。 1991から92シーズンの FC、バルセロナ戦でトップチームデビューし、その試合で6から0の完封勝利を飾った。その後レギュラーに定着し、1995年から2000年までの間のリーグ戦では4試合しか欠場していない。1999から2000シーズンは FW 上勝利と一緒にプレーした。2000年7月1日、アルバノビサーリと 入れ替わりでレアルマドリードに移籍した。元ドイツ代表のボドイルクナーから定位置を奪った、イケルカシージャストポジションを争い、2001から0にシーズン終盤にはレギュラーに定着。UEFA チャンピオンズリーグでは5試合に先発出場し、決勝のバイエルレバー空前戦でも、スターティングイレブンに名を連ねたが、後半途中に負傷して、カシージャスト交代。 ファインセーブを連発したカシージャスはヒーローとなった。その後行われた日韓 W 杯でもサンティアゴ、カニサレスの負傷により、出番を得たカシージャが活躍。それ以降カシージャスがレギュラーに定着し、セサルの出場機会は激減した。2005年7月1日、レアルサラゴサに移籍し、3シーズンにわたってレギュラーとしてプレーした。 2006から07シーズンは6位に押し上げたものの、2007から08シーズンのサラゴサは回に低迷して、セグンダディビジオン2部降格が決定し、2008年夏に就任したマルセリーノ・ガルシア・トラル監督はセサルを B チームに降格させた。2008年8月12日、同胞のファンデラモス監督が率いるイングランドのトッテナム・ホットスパー FC に移籍し、 オランダの PSV から同じく新加入のゴメスの控えとして期待された。11月11日、カーリングカップのリバプール FC 戦で最初にして、唯一の出場機会が訪れた。試合中にゴメスが負傷すると、急遽交代してプレーして4から2の勝利を飾った。2009年1月20日、フリートランスファーで、 バレンシア CF と半年間の契約を結んだ。バレンシアは2008年末にティモ・ヒルデブラントが退団し、さらに1月19日のアスレティック・ビルバオ戦にテレナンを負傷交代で失っており、大体選手の獲得を急務としていた。1月21日のカーリングカップ、バーンディ FC 戦ではトッテナムの招集メンバーに入ったが、1月23日にトッテナムは双方合意の上で、 セサルと契約解除することを発表した。2月1日のドアルメリア戦でデビューし、エナンが怪我から復帰してもレギュラーの座を守り続けた。2008から0級シーズン後半戦に活躍を見せたため、シーズン終了後に契約を1年間延長した。7月1日に、RCD マジョルカからミゲル・アンヘル・モジャが加入。開幕スタメンは、モジャに譲り序盤は、控えという位置づけだったが、 モジャが不安定なプレーを連発したために再び、レギュラーとなった。この年は、リーグ戦30試合に出場。ラシン・サンタンレール戦、FC ・バルセロナ戦、ドアルメリア戦、マラガ・ CF 戦と4試合連続完封を記録し、3位での UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献したため、シーズン終了後に、再び契約を1年間延長した。2011年4月2日、 39歳212日で、ヘタフェシー F 戦に出場し、リーガエスパニョーラのゴールキーパーとしての最年長、出場記録を更新した。2010から11シーズンは、リーグ戦15試合に出場したが、終盤は故障もあって、レクレアティー・ボエルバへのレンタル経験を積んで復帰した、早抜きのビセンテクアイタに、レギュラーの座を奪われた。6月4日には、ドアルメリアから、 ジエゴ・アウベスが加入し、さらに、グアイタとの契約を延長したため、セサルは余剰戦力となった。2011年6月2日、バレンシアと同じバレンシア州のクラブである、ビジャレ・アル・ CF と1年契約を結んだ。政治家ディエゴ・ロペス・ロドリゲスの控えとして位置、付けられていたが、9月10日に行われた第3節のセビージャ FC 戦で、ロペスが、 退場処分を受けたため途中出場し、これがビジャレアルでのデビュー戦となった。第4節のグラナダ CF 戦に出場して、以降は出場機会がなく、チームも低迷し最終節のアトレティコマドリード戦に、敗れて18位に終わり、降格が決定。シーズン終了後に現役引退を表明した。2000年8月16日、ハノーファーで行われたドイツとの親善試合で、 スペイン代表デビューした。それ以来は代表での出場はない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。